さあ、やっぱり林道入り口にはライバルが2台いましたけど、どうですかね。前も言いましたけど、ここはもみじ傘も出るところでして、今んとこなさそうだな。もみじ傘ありましたね。かわいい。こんな小さいのあんまり数って見たことないかもしれないですね。どうしようかな。うどあるけどな。全くないですね。平年並みなのかな。シャックマン。何してシャックマンまだ2年生ですかね。お、あったか。これでもオオシャグマの方ですね、きっと色からして。去年こっち側の森はまだ微妙だよな。私の見立てではシャグマの方しかいなかったんですけどね。こっちは奥行ったところの崖とか土手みたいなところにオオシャグマ、色薄いやつがいたんですけど、あいつらも結局は顕微鏡で見ないと分かんないっぽい世界ですよね。まだ出始めだね。さっきの1個はちょっと状態も悪いし小さいんで断置しました。これは何ですかね。木材チップの溜まり場にいましたけど、あんま匂いしないです。はい、シャグマ出ました。2023初シャグマでございます。いいですね。最初の頃ブラックモリーもまがまがした感じていたんですけど、去年あたりから慣れてきまして、やっぱり最後にまがまがしいといえばやっぱりこのシャグマですよね。それではですね、ちょいちょい出てきたので、採集を始めましょう。はい。最後は残しましょう。今日一ですね。森の唐揚げ。大山地
桜の森は結構出てるんだよな。すごい存在感ですよね。今日一更新。いや、唐揚げ出てましたね。ポンポコデトールですよ。ちょっとこれスルーしてもよかったな。これ、また今日一。このマガマガし。ついてますね。ツインズですよ。すごいしっとりしてる。サメナもね、頭が空気いっぱい持ってるような感じなんで挟まるんですよね、結構。めっちゃ出てます。明日はオフですね。こちらの処理しないと。久しぶりにオオシャグマの方が出た。いや、これシイタケ出そうだなと思ってね。なんかでもね、時間によるとオオシャグマの方が遅いっていうことで、これなんか崖とかによく出るんですけど、去年出てた崖今見てきましたけど一個もなかったんですよね。ちょっと葉っぱもいただいていくか。小さいけど。おそらくはオオシャグマと思われる個体です。まあ、基本的に全体的に白い感じですね。で、時期がちょっと遅いということです。シイタケといえば黄金先輩が仮復活されまして、ただ引き続き忙しいということで、去年は私のシャグマ食いを傍観して私も食ってみようかなって言ってたんで、ね、期待してたんです。お分かりいただけるであろうか。ナイスガイがいますよ。でっかいオオシャグマいた。
シャグマはね、こうやってね、なんか束の部分が入り乱れて土を巻き込んじゃうんですよね。食用としてはなんか微妙なんですよ。ほとんどだから束が使えない、シャレじゃないですよ。こんな感じです。山侍の宿敵肝臓がいますよ。肝臓今年初ですね。今日はトゥルルします。トゥルル。はい、それではですね、勢いに任せて、2箇所目、まあ、ウドから数えると3箇所目に来ました、まあ、ここはあのシャグマとようやく会えた初めての場所でございまして、まあ、多分間違いなく入ってるんですけど、すぐ出ましたけど、絶対あるですね。ロキンっぽいね。でここはトドマツなんですよ。針葉樹に出るってことなんですよね。ちょっとでも笹とかがかぶってくると途端に出なくなっちゃうんですね。ああ、あったいいね。わかりますか。2つ3つ入ってます。折れてます。こういう土手みたいなのが好きみたいですよね。あった。完全に唐揚げですよね。ちょっと状態悪いな。的に状態があるな。2つあります。小さい方は残地。なんか束まで黒っぽいですね、この答えは。チビ、2つ。お、デカがいた。ほら、2つ並んでる。あ、2つ取れちゃったよ。癒着してました。お、ポンポがある。ジャンプしようか。これもかっこいいけどね。網傘みたいな。じゃあ最後、この森の第2部、あっちの崖の方にでっかいのが出た場所ですね。最後に崖行きますよ。こっち側あれですよね。どうなんだろう。こんなとこなんか植林 しなさそうじゃないですか。この辺りはもしかしたら原生なのかなっていう気がちょっとしますけど、どうなんですかね。お、
そこ出た。去年もこれなんか、よくわかんない形してましたよね。でかすぎて。片方なくなってんな。同業者いるのか。また出ましたね。すごい形。ちなみにまあ去年の動画とかでも散々言いましたけど、シャグマ、オシャグマともにですね、多少シャグマの方がいいかもしれないですけど、傘と呼ばれる傘に相当する部分は非常に脆いですね。だから袋入れときとかも気をつけないとボロッと崩れちゃいます。乾燥するとパリパリになるんですけどね。ここにも、あ、2つある。どうしたこれ。奇形みたいなのが多いですよね。ここお、引っ張った。すごいとこにあるよね。これなんてカバの木ですよ。焦げちゃった。おお、すげえ。ここはだからすごいね。笹生えてるのに生えてるっすね。ああ、見える見える。ほら。両方。どっちだかわかんないですね。両方です。うわ、ポンポン入ってる。すごいすごい。うわ、保存用唐揚げみたいな感じが入ってます。これちょっと状態悪いんです。残地。これも小さいのがいい。これも残地ですね。いますか。これはだからオオシャガマなのかもしれないですよね。あんまりでも土巻き込んでないな。こいつはほらポンポコある。これもちょっと状態あるんで、残地でしょ。ここに黄色いのがあるね。ちょっと今去年で入ってるけど。あ、ここにもある、ほら。白っぽい。ここにもジャンボがある。唐揚げですよ、唐揚げ。この崖にいっぱいいたんだよね、去年。あー、いる。すげえ、壮観だこれ。図鑑に使いますよね。お分かりいただけるだろうか。おびただしい数が入っている。はい、じゃあこの 100mm マクのレンズの MAX の32まで F 値絞りましたので、
なるべく全体が見えるようにチルトしていきます。これがラスボスです。ちなみにちびっこもいます。結構もうね、間違いなく今日で今シーズンの分は全部いただきです。これ以上いただいてもしょうがない。チビはオール残地。デカもね、ちょっと状態も悪いし、いい色してるなこれ。釣り行けなかった子にもまだまだいますね。綺麗な坊や。これもちょっと癒着しちゃってるかな。オシャグマっぽいっすね。なんか木の根と半分一体化してる感じですね。これも結構いいな。いくらでもいるよ。めっちゃいる。そこ下にもいる。ちょっともう全部撮影できないです。めっちゃいるんで崩れちゃって。そこにもチビいるでしょ。カラマツの方、アカラマツにも1個あるな。すごいね。良かったですね。そこにもいるし、いくらでもいるよこの山。ほら、ほら、これも綺麗だね。花みたいですね。これもオオシャグマっぽいけど、巻き込んでなくていいですね、塚が。素晴らしい。ちなみにですね、去年あれだけ大量取って9割5分乾燥しました。普通にフードドライヤー で私一人で完全に食べきりましたけど、全く体異常ないです。最大で1回に4個食べました。中くらいのやつ。全く体異常ないですね。ただおすすめはしません。よく調べてからやるんだったらやった方がいいと思います。ここで通る。追い切れません。あんなとこまで出てる。そこにもでかいの。めっちゃ転がって通る。いや。おお、これ。今日一かもしれないですね。
ょでか。すごいな、ほんと。去年やっぱりこの場所としては遅かったんでしょうね。黒くてなんか癒着しちゃってる変なやつがいたんで。もしかしたら同業者がいるのかもしれない。すげえ、いくらでもある。瓦礫の間かなんかにすげえでかいのがあったんですね。これでファッションにしましょう。次がこれは残地。袋パンパンです。やりましょう。だから袋外さないと。これですよ。来年またよろしくお願いします。